りテンションを高く持っていこうと思いまして、今日はですね、シラフです。はい、ふぅ、シラフだからこそテンション高くしていかない。なぜならばテンションが高い方がやっぱ見ててね、気持ちが上がりますから。ということでですね、今回はですね、至高のプルコギ。皆さんプルコギってわかります？韓国料理のこう混ぜてね、お野菜と焼く、牛肉を焼く、お料理なんですけども、これね非常に簡単で非常に手早く、めちゃめちゃ美味しいものができるので、ちょっと僕流にちょっとね、めちゃくちゃ美味しいやり方、それを今回やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、材料説明いきたいと思います。まず牛肉です。で、これですね、国産じゃなくていいです。海外産のもの、今回オーストラリア産だったかな。できればちょっとね、こうやって油がついてるところ、今回肩ロースなんですけども、肩ロースぐらいがいいかなっていうふうに思います。あまりでも油がね、バラとかでもいいです。ももとかだとちょっと油気がなくてパサついちゃうかなっていうところがあるんで、適度に油が入ってるところがいいと思います。そしてですね、お野菜ですね、玉ねぎが1/2個、中サイズぐらいのものなんですけども、これ半分でね、150g ぐらいあります。これを使っていきます。で、人参が 50g、 だいたい1/2本ぐらい。小ネギですね、これ彩りにもなりますし、香り付けにもなります。具にもなりますし、彩りにもなります。だいたい 4-5本、今回5本使います。小ネギであったり万能ネギであったりするんですけども、万能ネギって九州の言い方なので、確かね、生のニンニクと生の生姜、はい、これ生のがいいですね。はい、すりおろした時の香りが全然違いますんで。で、あとあればいいんですけども、スーパーとかでほら、あるじゃないですか、牛脂ね。これ国産牛の牛脂なんですけども、これが入るとね、非常に牛の風味が豊かになりますんで、これあれば、なければサラダ油でも構いません。他の調味料などは概要欄に書いております。はい、ということでですね、今回はですね、至高のプルコギということで、プルコギはね、韓国料理ですので、韓国の気持ちを理解しなきゃいけないということで、今回はですね、こちらを用意します。チャミスルです。僕、チャミスルすごい好きなんで、このね、チャミスルはね、このまま飲めますから、はい。今日はカメラね、撮影してるね、チョモにもね、一緒に飲んでもらうと。今日はチョモの番なんで。それじゃあ、チョモ乾杯！はい、せい！いや、ちょぶ、一気しろと言ってないから一気しろと言ってない。なんかこのグラスに入ってるから、そうだ、反射的に、はい、くわ、キンキンに冷えたチャミスルうまいね。ということで、今回は楽しく飲みながら、ちょっとね、ずっとチャミスルだと僕酔っ払っちゃうんで、レモンサワー用意しつつやります。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、これね、牛肉をね、まずね、ガラスボウルに移します。で、移す時にできるだけこう一口大になるように、ちぎって入れます。牛って薄切りだとばらきやすいんで、ちょっと一口大になるような感じ。まあちょっとね、大きくても平気。炒めてる時に崩れるんで、ほぐし入れます。こんな感じかな。で、ここにね、調味料とか材料とかもうぶち込んでいくんですよ。玉ねぎなんですけど、これね、半分すりおろして半分ね、具材として切り入れたいんですね。これどうするかっていうと、おろし器あるじゃないですか、大根おろしとか。これで1/4に切っちゃうとすりにくいんで、これで擦ってください。はい、で、これでちょうど半分ぐらい擦れましたね、これね。で、半分擦ったものはここに入れていく。これね、すりおろしを入れるんですね。で、結構本格的なレシピだとリンゴとかね、梨とか入れるんですけども、まあリンゴとか梨とかね、プルコギ作るためにね、用意しないと思うんで、絶対に。なんで、今回はね、玉ねぎのすりおろしで甘みとね、コクをこのお肉に加えていく。じゃあ残ったこいつはどうするかっていうと、こいつはね、また切っていく。まあこんな感じですね。ちょっと厚さ持たせて、1センチないぐらいぐらいですかね。具としてもいただきたいので、プルコギはね、いいんですよ。お肉だけじゃなくてね、お野菜もね、取れますんでね。そしたらね、玉ねぎじゃねえや、なんだこれは、人参です。僕の愛刀ディムロス。この状態でもいいんですけども、プルコギの場合は僕細切りにした方がいいと思うんで、スライスしたらこうやってね、千切りしてください。こんな感じで、こんな感じ。もしね、これさえも面倒くさいなと思ったら、しりしりキーみたいな、千切りキーに通しちゃえば全然平気なんで、はい、今回は包丁で使うやり方をご紹介してます。こんな感じですね。はい、ほら、綺麗に千切りになったでしょ。で、小ネギなんですけども、まあ、小ネギはここの部分はね、ちょっと切り落としていただいて、で、あとはもう等間隔、3-4センチ、彩りとね、香り付け、ネギって香味野菜ですからね。そしたらここにニンニクね。で、ここにニンニクをすりおろします。やっぱね、おろしチューブでも悪くはないんですけども、やっぱり生のニンニクをおろしたものにはね、香り勝てないですね。今回至高シリーズなんで、これはですね、これはもうおろし入れてください。
そう、トントンと。そして手についたニンニクの香りで飲んでいきます。くぁー、無糖のレモンチューハイ、うまでね、生姜なんですけども、生姜の香りを生かしたいんで、後です、後でね、すります。はい、炒めてるとき、この小ネギと生姜だけは後に残しておいてくださいね。ここ一緒に入れないです。はい、ネギはね、火が通るのすごく早いんで後で入れます。じゃあここにですね、調味料を入れていきます。はい、そしたらですね、お醤油まずね入れていきます。大さじ1と半分、そしてお酒です。大さじ1と半分。はい、そしてお砂糖です。お砂糖もね、大さじ1半、大さじ1と半分です。あとね、お味噌、味噌はね、僕が使ってるのこれね、無添加田舎味噌ですね。無添加のものを使ってください。だし入りだとね、余計なだしの味がついちゃうんで、僕はね、無添加味噌を使ってます。はい、これ大さじ半分。本来はね、味噌なんて入れないんですけども、このね、味噌のね、旨味がね、すごく生きてプロ美味しくなりますんで、ものによってはコチュジャンとか入れるレシピもありますんで、これを、味噌にしているっていうところですね。で、ごま油が大さじ1杯、これで香り付けをしていきます。で、味の素5振りです。これでね、お醤油と味噌の角を取っていく、まろやかになりますから、入れてください。これ一味唐辛子、韓国の粉唐辛子とかある方は倍量のそれを入れていただいてもいいんですけども、なかなかね、ご家庭にないと思うんで、一味唐辛子小さじ3分の2、結構入れますね。じゃあ調味料全部入れ終わりましたんで、こいつをね、揉み込みます。揉み込むことによってですね、調味料の味が全てこのお肉とですね、お野菜に入ってですね、非常に美味しくなりますんで、揉み込んでください。で、味噌とかもありますんで、揉んだ方がですね、味が均等に入ります。今回のポイントはね、このすりおろした玉ねぎですね。こいつがね、肉にガツンと絡まってすっごくいい味出してくれるんで、この玉ねぎのダブル使い、これ非常にね、おすすめです。プルコギを美味しく作るなら、もみもみ。この右手でもみもみしてて、左手で飲みます。こうするとプルコギの調味料のいい香りがしてくるんで、これをつまみに飲めるという寸法ですね。はい、やっぱね、料理は合理的にやらないといけないんで、皆さん。いいぞ。で、揉み込み終わりましたね。で、今回は肉も薄切り肉なので、漬け込む必要ありませんから、はい、このままもう焼いていきます。それでは、炒めていきたいと思います。ここで牛脂を使います。牛脂っていうのは大体国産牛、から取られているのがスーパーで、置いてあるのは多いので、これを使うことによって、海外産のお肉なんですけども、国産牛のいい油の味がつくんで、これはね、あった方がいいかな。まあ、牛脂はね、僕試行レシピでは結構出してるんですけども、やっぱね、油の香りと旨味っていうのはすごく、重要ですので、あった方がいいかなと思います。なければね、サラダ油でも構いません。溶けてますね、これね。溶けたら、入れますよ、このお肉ちゃんたち。これ具材もね、もう全部、お野菜も肉も全部入れます。ほどいてください、これ。もうめちゃくちゃいい匂いすんね。はい、で、最初ね、強火でいいです。水分飛ばすような感じで。で、このプルコギはね、焼き目をつけるというよりは、炒め煮をしていく感じですね。で、最初はちょっと水分を飛ばすために、均一に炒めて。で、お味噌と砂糖が入ってるんでね、割と焦げやすいんで、そこだけちょっと気をつけてくださいね。最初は広げて焼いていく感じで大丈夫。ちょっとね、焦げ目ついてた方がうまいぐらいありますので、最初は強火で。ね。で、返したらまた広げて、こうちょっとね、焼き目を少しつけるような感じ。これ皆さんどうですか？強火で焼いていくとですね、どん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 この、ね、汁がね、少なくなってくるの分かると思います。んで、全部ね、炒まっていきます。で、これぐらいになったら、今度ね、調味料を入れていくんです。で、火はね、ちょっと落としましょう。中火ぐらいでいいです。はい。そしたらね、ここに、すりごま、大さじ1と、3分の1。まぁ、ちょっともう、山盛り大さじ1だね、これね。これ入れてください。これね、なんで入れるかっていうと、香りがつくとの同時に、このすりごまがね、この余分なタレをね、こう吸い込んでくれるんですよ。すりごまが。で、吸い込んだすりごまが、具材にものすごく絡みついてですね、非常に濃厚な味になるんです、これ。やっぱりね、すりごまはね、入れてください。いりごまじゃダメですよ。すりごまです。そしたら、おろし生姜ね。で、なんで、じゃあ、漬け込みの時のおろし生姜入れなかったのっていうと、これ、おろし生姜っていうのはね、非常にね、おろしたてってフルーティーな香りがするんですよ。で、これだけ炒めちゃうと、このおろし生姜の香りっていうのが抜けちゃうので、これがね、最後らへんに入れるんですよ。そうするとね、すごくフルーティーな香りが生まれるんです、これ。で、本当はね、リンゴとかね、梨とか入れると本当は美味しいんですけども、生姜を最後に加えることによって、非常にね、このフレッシュな、ね、果実味のある香りがしてきますんで、これ重要です。
この生姜の、ね、フレッシュさを残すっていうのがね一つポイントになります。でまたちょっと炒めていきます。これ最後に小ネギ、これねざっくり炒める。でちょっとしなっとしたかなぐらいでもう完成。これそう美味しそうでしょ。これこれがプルコギ。じゃあお皿持っていきましょう。じゃあ持っていきます。ここにねドカッと、うわうまそうですね。これなんですよプルコギって。すりごまを加えてあるんでね、タレがね具にがっつり絡んでます。ネギも最後に加えてるからどうですか、色合い鮮やかでしょう。このね火の通し方ポイントなんです。最後に糸唐辛子ね、あこれ別になかったらなかったらいいです。でもあるともう非常にねあの見た目が良くなるんでね。これでございます。ということでなんと超簡単にできちゃいましたね。10分15分ぐらいでできる至高のプルコギ完成でございます。じゃあですねちょっとレモンサワー飲んでたんですけども、ちょっとおしゃべりするといきたいなと思いまして、もあのついてきました。いただきます。あー絶対合うでしょこれ。じゃあいただきたいと思います。このねプルコギってやつはね野菜たっぷり入ってるから、このね一皿でねかなりバランスいいんですよね。じゃあいただきたいと思います。おーうめえこれ、たまらん本当に美味しい。タレがねものすごくねお肉とお野菜に絡んでるんですよね。なんでお酒もいけるんですけど、もちろんご飯もかなりいけると思います。じゃあこの適度なねあの辛みもいいですね。一味唐辛子が入ってるからですね、あの辛みが苦手な方はねあの唐辛子減らしていただいてもいいですからね。でも俺はこれぐらいのピリ辛がうまいかな。はい、じゃあここで味変カンビネーションいきたいと思います。ちょっとねこれね酸味があってもうまいと思うんで、これタバスコどうでしょうか。今日初めてやりますけど多分合うと思います。いただきますあーうータバスコかけると多分レモンサワー、くーたまんないね。こんないい仕事あるかな。みんな料理研究家見た方がいいよ。やっぱねタレが決めてですね、フライパンで煮詰めて、でお肉にもすごく味が入りますし、あと漬け時間がいらないっていうのは非常に利点だと思います。とにかくコク深い。これはねこのままやっていただいてもいいし丼にしてもいい。これ大体2人前ぐらいなんですけども、これはちょっと食べるしかないですね。チョモそうそうそうやばいやばいです。あー引いてくるね。召し上がってください。めっちゃうまそう。味噌も効いてますかね、これね。じゃあ、いただきます。早い。最高。うまいでしょ。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまいでしょ。めちゃめちゃうまいの。なんか味噌効いてますね。味噌なんかいるでしょ。奥深い感じになってますね。醤油と唐辛子だけでやり方もあるんだけど、俺ちょっとね、やっぱ味噌の旨味が加わってた方が好きなのね。旨味が強いんですよこれって。全部混ざってちょっと焼肉のタレっぽくなってるんですよね。あとね あれもうまいよ、マヨ。あー絶対うまいっすね。あのマヨはね最強にうまいから。タバスコバージョン、タバスコバージョンどうぞ。合う合うでしょ。ちょこれレモンソン、レモンソン、レモンソン、絶対レモンソン。これねあのつまみとしても最高だし、ご飯絶対あるでしょ。絶対合います。絶対でしょ。家族とかで入れたら、うん、お子さんとか米多分バクバク食いますもんね。もうあのお子さんも好きだと思う。なんかいつもリュウさんのレシピに比べたら結構抑えめぐらいの、全然辛くないと思う。ちょっとピリ辛かなぐらいな感じだから、なんだちょうどいいぐらいかな、うん、いやだからねこれはねみんな好きだと思う。もう日本の皆さんがみんな好きな味にしてあるんで最高だと思いますこれは。ということで、はい、最高でした。じゃあ行ってもらって、チャミスルうまいな。はい、ということでですね、ちょっとね、あまりにも至高のプルコギがうますぎてちょっと飛ばしすぎました。はい、チャミスル相当飲んでしまったので、まあ2本目はあと、もっとぶん回していきたいと思いますんで、まあいろいろ今日5本撮りなんで死なないように頑張っていきたいと思います。ということでこの至高のプルコギめちゃめちゃ美味しいんで、ぜひ召し上がってみてください。あ、飲みたい。はい、飲んでいいよ。はい、じゃあいやいや、足りないかなと思います。すいません。あ、いやいや、どうぞどうぞ先輩。チョス、いやいや、チョス進めたら飲むんだあーもう絶対触んない。ボケ積もったじゃあすいません、今炒めてる途中なんだけど哲也くんが飲みたそうだったんで哲也いいっすか。よいしょよいしょ
あー、チャミスルうめー、大好きこれ。